しないんで。だって俺だったら阪神タイガースとかね、家行って合宿来ましたってやるよ、何でもしますって。で1週間ぐらい一生懸命やるけどね、昔そういう機会ない、チャンスないから、今チャンスにあふれてる、って言うとやっぱ予算の時代とかのがもっと厳しいんだね、運もあったけど、運もすか、あとはまあ今みたいに配信 やる人も少ないから、あでも家雑が面白くない人は伸びないですよね、まず。そうだね、昔は ニコ生は家雑 でちょっとトッツとか電話したりとかいうスタイルだから、やっぱ家雑がメインだからね、今はもうふわっちは違うもんね、コラボメインだから、トイレは家雑が、俺俺も家雑で伸びたわけじゃないからね、人を呼ぶためにやっぱ女を使って伸びたタイプだから、全然違うよ、実力が違う、家雑じゃ人呼べなかったもん、来ないよ、いろんなことやって話題作ってじゃないと思う、厳しいね、人が増えるから雑談で、でもこの人とかは雑談で人を増やしてるからすごいな、でも今はやっぱ俺のやり方が正しいよ、正しいね、こういう風にそうやれば、よっさんもやっぱ人をディスってね盛り上げるじゃん、やっぱそれはやっぱね今の時代向いてない、でも俺やっぱちょっと面白いなと思っちゃったな、やっぱすごい、やっぱよっさんは昨日ね、だから俺ちょっとオーディション行こうかなと思う、学びに。でも人が来ないかもしれない。予算ファミリーちょっとオーディション行こうかなって思う。やっぱ学ぶことってまだまだあると思うんだよ。学ぶこと。やっぱ俺も人から向けないといけないから。いや暗黒つかやっぱ予算でしょ。少し違う、いやちょっとねえ、ちょっと勉強しに行ってもいいんじゃない、だからもう中ちゃんのポジション俺になっちゃうわ、採用されたら、あひーちゃんありがとう、こんにちは、中ちゃんのポジションもらっちゃうよね、ねえみこし担いじゃうよね、そしたら、よっさんもいいし、俺にもためにもなるし、いい気がするけどね。どう？テロリスさん。ワンライブやりながらも、最近見させて、あー、ありがとうす。せいさん、ありがとうね。センキュー。ありがとう。黒い木いるから、いややっぱ雑談でしょ、おっさんは、雑談、だってすごくない、おっさん誰でもディスれるんだよ、誰でもできなくない、そんなこと普通そうできない、そんな僕やったらできるでしょ、いやさすがにできるでしょ、さすがに、それも継続しないと、予算だって
それをディスることによって散々言われてきたけど、言われなくなるまでやり続けてやっとできるわけで、だって石川さんもディスるでしょうさ、うん、ね、誰でも、うん、それはなかなかね、何年も何年もやっぱりやって成立するんだよ。金梅さんもそうだしね、うん、だからもうレジェンド配信者は生まれないかもね、うん、レジェンドになれないうん、一度は配信会でトップになったから。そうなの、ニコ生で、うん、何これ、これでも4校じゃないじゃんよさ。4校には なんでなれなかったの。違うよ、ニコ生の4眼に。その後だからな、ガークとその後の世代だから。あ、その後の世代なんだよ、おっさんって。1個下。あ、1個下なんだ。ちょっと遅いんだ、配信。ちょっと、1、2年遅い。でも、石川さんとかに追いついたの、おっさんは。ああ、もちろん。嘘。ニコ生の時。ニコ生の時。コリコリとかとかも、ね。加藤純一とかもそうだね。加藤純一さんも、4番じゃないですよね。うん。後の世代ってこと？後の世代じゃない。後の世代。ニコ生だと今加藤純一さんがトップ、一番すごい誰なの。でもニコ生ってもうあんまやってないんだよ。コレコレさんがすごい。コレコレもニコ生やめたでしょ。いや、そのニコ生からやってる人で一番すごい人は、うん、下加藤純一、ね、加藤純一、うん、うん、なんで横山みどりさん四眼じゃないの。わかんない。すごいよ、うん、これ予算とかってこうやれるのがすごくない、うん、もう今当たり前になってるけどね、すごくない、うん、ふわっち5年で、だってみどりさんだってね、とつに行って俺写真撮ったりする感じだからね、それ以外会ったことないしね、うん、金梅さんともすごいよね、うん、まだ5年だし、こう世界が狭いでしょ、ふわっちは、うん、だからよっさんはもう守らなきゃいけないんだよ。 A 版になったら、だって昨日も一瞬でトライ食らったら A 版になってたで、俺止めなかったら。そんなことあったっけ。覚えてない。あんま覚えてない。止めに行くときにトライクまたがってエンジンかけようとしてたじゃん。で、俺とリータが止めたんだよ。そうなんだ。神回だったけど、A 版だったと思うよ。トライク乗ってたら。うん。それぐらい酔っ払ってたんだよ、さ。うん。全然、甘い記憶。今は別に誰にムカついてるもないですか？何もない？あ、全然何もない。何もない？うん。わだかまりは一切なしね。ゆくとも別にちゃんと謝って、うん、分かって、タバコ入りかとか言ってどっか行っちゃう。お互い謝ったんす。俺謝ってない。養分が謝った。養分が謝った、うん、ゼロクルからずっと見てます。あーね、だってあれね、別に被害届出しても何も無理でしょ。被害届出すってやったら、あ、一応出せることは出せる。病院も行くつもりだったの。分かんない。それがあれば行くんだったもんね。だからなんか結構取り調べ室が近くて、養分の声とか俺の声が聞こえてんだよ。嘘で、被害届なんか、いいんですか、これでもう出しますねって言われて、それから聞こえたのか分かんないけど、うん、俺
横の部屋からごめんが聞こえてきたの？うん、横のだからなんか トライシャウザー隣だったんだけど、うん、結構養分の声を聞こえてきた。でも立ち悪いやつって病院行ってさ、そのあの恐怖でトラウマになるとか PT なんとか SD かなんかの診断書取ったりするからね。立ち悪いやつは怖かったとか言って恐怖のそういうのもしつこいやついるんだよ。うん、PTSD 俺がやられたんだよそれ。誰、うん、いや昔ね斉藤さんで喧嘩したやつに時効ギリギリで訴えられて慰謝料100万ぐらい僕払ったんで、そう、そんな僕馬乗りになったりしたんで喧嘩になってね、うん、でその斉藤さんでやっててそれ神会ね、うん、ヨシペロっていうもうすごいヒール役がいたんだよ、うん、でみんなにヨシペロやってくれって言われて、であの場所を聞いて待ち伏せしてね武闘派だったんだ、うん、でその時にエルマルと付き合ってて、で俺が襲撃した時エルマルが撮影してたんで、うん、で時効がなんか5年かなんか7年かなんかで一番ギリギリにやられて、うん、俺も弁護士入れたけど慰謝料払いまして、その時 PTSD かなんかとかや、ね、診断書取られてやられたね。で元反射のやつだったよ、ね、悪事働かしてね。てかなんかエルマルちゃんにめちゃくちゃ似てる女の子みたいな、はい、ひとみちゃん、ああそうひとみちゃんだっけ、なんか、うん、エルマルちゃんじゃねこれと思った。ひとみちゃん可愛いでしょ、エルマルちゃん、ね、24歳、うん、さん他にもいる、いっぱい可愛い子いるよ可愛い子、うん、なんかそういうなんかね、海水浴大会とかやりましょうよさ。まあ、なんないか、はい、海があれば海、海水浴大会、周りのなんか関心でうるさそうで盗撮とか盗撮、ああね、うん、ちょっと面白そうじゃない、プールとかあったらね、あれ海水浴大会貸し切りみたいな、男5人、女5人とかで、うん、で、こう、なんか刺すじゃん砂浜にでさ、走って撮るやつそうそう、ビーチフラッグで、フラッグのとこに携帯置いといてね、女の子が飛ぶ瞬間こう見れるわけよ、なるほど、ね、面白くない、うん、杖刺すか、杖、うん、杖刺して走れないから、ね、それ女だけでやらしたいよね、うん、杖を貸してる、それポロリとかね、いやもうちょっと限界来てるわ、もうパンパンだわ。予算ってオナニーする？あーでも最近でもそこまで2日に1回とかで結構するやん、2日に1回とか元気じゃんそんなにするの、それはすごい元気じゃん、何インポじゃないじゃん、あ立つ立つの、うん、2日に1回もするの、俺なんであれ契約してるの、カリビアンコ、何それ、なんか 年間会員4万払って無修正のサイトだったそれ見てる、ああね、でも無修正は行くんだけど、一周するともうマスクありとか、あの全てが見えない方が興奮しない、ね、そう、俺は無修正、うん、俺ちょっとね無修正苦手だね、グロいから、え、あ、そうなんだ、うん、もう顔もモザイク入ってて、ああで、あの JK っぽい感じ、ああそれリアリティがある、その方が興奮する、そうそう、あのやっぱ夢が欲しい、うん、すくみずとか着るんだけど、まあ、明らかに顔があのおばさんなんだよ、でそれはもうちょっと俺は無理だから、だったら、うん、だったらモザイクかけてくれて、マスクとかね、うん、でマスクすれば可愛くなるからね、そうそう、で、あのロリ顔だけど、あの体がロリっぽくないとかね、
で体がロリっぽいけど顔がちょっとロリ顔じゃないですけど惜しいんだよ結構、だからこうなかなか一致しないからだったらどっちか隠した方がいい、俺結構ロリコンだからねそうだ、ロリコンっすよ。あーももちゃんありがとう、センキュー、ありがとうね。で人妻もいいよね、人妻もね、人妻もいいよ。俺は JK も好きだし、やっぱ人妻も好きだね。だからどっちかがいい。中途半端やだね。中途半端。中途半端ちょっとあんま興味ないね。どっちかだね。振った方がいいね。おっぱいもちっちゃいか大きいかがいい。中途半端は好きじゃない。でピンクか黒かだよ。だから茶色とかないよね。中途半端でしょ。で痩せてるかちょっとやっぱね結構太ってるか。でうさこはロリ系。やっぱ声がちょっとロリっぽいもんね。やっぱお姉ちゃんのがやっても色気はあるかな。エロさはやっぱエマちゃんだね。やっぱお姉ちゃん年頃だからね。今誰かと付き合ってるのか。誰が？エマちゃん。付き合ってないのか。付き合ってないと思います。まだ今フリー。フリーだと思う。嫁おっさんはまた嫌われたね。もういいんだよ。だから今のふわっち女配信者でやっぱリスペクトがやっぱないから、でもね俺の元カノはやっぱそういうリスペクトが多分あると思うんだよね。そういう男配信者に対してそういう人がいいですよ。多分今ちゃんと付き合えたのもそうだし。今はいないよね、今の新しい子たちは、当然年取ってるんですよ。さリスペクトがある女配信者って、まあそうだね、もう 30近いからそうだ、で5年前はまだねすごかったからねやっぱ、女配信者もやっぱ閲覧主義者多かったからね。今は今はコラボするメリットなんで、今はもうアイテム主義しすぎだから減っちゃうからね。そうそう、閲覧よりもやっぱアイテム飛んでる人がみたいな、あとどっちかと振り切るかそのやっぱりこれそれだ色恋して、もう究極的にバクソとかさ、クルさんとかさ、マユさんみたいにあえて色恋をやるか、もうアイドル配信になるかどっちかで、成功する、まあ女性が、アイドル配信がいいよ、まあ、それが8割、アイドル配信がいい、8割だと9割だとそう、そういう破天荒なやつ好きな人いるからね。でもクルちゃんも俺と付き合ってる時はピークだった、今はちょっとスタイル悪くなったね。そう、うん、スタイル悪くなった。スタイルがやっぱ昔の方が良かったね。昔すごかったからねくびれが。まあ俺も見たけどおっぱいはないけどね。まあそれがまた良かったんやな。そっか、小さいの。そうそうそう、あーありがとうね。Thank you. ありがとう。クルちゃん、クルちゃん、太ったよ。お腹出て、太ってもうくびれがないよ。太ったね。昔はくびれもすごかったし、もう足もめちゃくちゃ細かった。太ったよ。顔は可愛いよな。顔可愛い。可愛いよな、クルちゃん。俺は
うそういう感覚ないからね。ないの、可愛いと思えない、うん、ないね。眉は痩せすぎ、眉ちゃんはちょっともうねえ、整形後初化粧とかやってたけど、ちょっと俺は前の方が良かった、前の方が良かったね、うん、前と来る、いやそれもちょっと愚問だけど、綺麗系より可愛い系が好きかな、俺は。ゆまるさんね、ゆまるさんも可愛く可愛いね。可愛い？いや、可愛いから付き合ったじゃないの、違う。いや、まあその当時はね、うん、可愛いかつか、もうやりたいなで付き合ったね。あ、やってみたいなっていう、うん、その流れで付き合った、うん、で付き合うと僕依存気質だから、うん、でもダメだあれ、だって男と飲みに行くんだよ。あ、じゃあ俺行かないでっていうの、うん、俺嫉妬しちゃうからやめてって言うけど、それでも行くから、もうそれでもう別れた、うん、ムカつくよね、男を舐めてるから。まあ嫌だよね。だからまあ何度か許してね、うん、行かせたことあるもうしょうがないから、うん、でまたこいつ許してくれるって調子の、あまりにも調子乗ったから、もう一気にどん底落としてやって、うん、あまり舐めてると。どん底って、別れるまではいいけど、もう一切関わらないっていう。だから泣いてたよ配信で。もうそれでも情も何もかけないっていう、うん、飲みに行く男と許されるわけねえだろ、うん、許してくれるやつと付き合えばいいじゃん。俺は許さないよな、仕事ならまだしも、仕事以外でね、俺以外の男と飲みに行くとか、ふざけんじゃねえよ、お前。9割、8割そうだと思うけど、うん、許す人は、うん、許す人は、愛してないよ、うん、うざい男、じゃそういう許してくれる人と行けば、愛じゃないから、うん、愛って束縛だからね、うん、うん、束縛。でもうお互い縛り合ってがんじがらめ、うん、で二人だけの世界になるんだよ。それがいいんだよ、うん、二人だけの世界を作るんだよ、束縛しまくってね、うん、彼氏いたら飲みに行かない、そういう人がいい、うん、でもう男の連絡先はもう全部消させるぐらい、うん、もう LINE もブロック削除、うん、そこまでする、うん、で連絡来たら報告、そこまでする、うん、しますよ。で俺美容院は女に変えるしね、俺は徹底してるよ。で俺といる時しかスカート履けない。うん、それはちょっとどうなんだろう、それはちょっと僕はすごいよ、するけど、うん、その分愛情もすごいけど、うん、でも俺も言うこと聞くからね、その分、うん、うん、だそれ自信ないけど、自信ないもん、うん、逆はするよ、だって、うん、だ高校生とかそういう感じだよ、うん、でもその代わり愛情表現もすごいよ、うん、で毎日好きとか言い合わないとダメだから俺、 LINE とかも、うん、で自分ばっかり好きって聞いて好きって来ても嫌だから、まあ3日に1遍ぐらいは向こうから好きって言われて、うん、好きって、うん、そこも気になっちゃう、やっぱ自分ばっかり好き好き言うのも嫌だから、うん、なんでたまに言ってくれないのって始まる、わかるでしょ、うん、遠距離は別に苦じゃないかな、遠距離は遠距離でいいよ、うん、燃えるよ、うん、遠距離だと会えないからもっと辛いんだよ。いや、会うよ、会いに行くんだよ、会いに行く、うん、会いに行く、気持ちが伝わる、で、会いに来てくれる、ね、高ぶるよね、うん、だから遠距離って例えば当日会います、
じゃ今から行くねっつって例えば2時間3時間かかるとしてね、もうその時間がね我慢汁出ちゃうねちょっとじらしてじらされたまんないよね。でこう車で移動中にね、会ったらこういうことしてやろうって始まるんだよ。さ勃起しちゃうでしょ。それがいいんだよ。都合のいい女っていうのは家で寝てたら来るでしょ。都合のいい女ってだからまあ面白くないよね。じゃあまあやるかってやるでしょ。でまた寝るじゃん。まあそれは楽だけどね。でもしんどい方がやっぱ燃えるよ。しんどい方が。やっぱ無料デリになっちゃうとね、ダメでしょ。でも女は初めにならなくてもどんどんハマってなるんだよ。どん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 。みんなで食事ダメだに決まってんじゃん。女の気持ち悪い。なんで彼氏いるのにみんなで食事行くの。仕事はもうしょうがないけどね。仕事以外ダメだよ。仕事行って付き合いもダメ。どうしてもって時は送って駐車場で待っとくよね。もうどうしても付き合いでって、もう同窓会とかも待っとくわな。それいいじゃん、ね、迎えに行ったら。いや怖いって送り迎えしてくれる人彼氏って素敵だねっても捉えるでしょ私誠実のプレイで声がすごかったのはまあそうだけど、それはねあんまり言うとあんまり良くないけど、隣からねあのお寿司ちゃんの声じゃなくて誠実のねそんなすごい良かった。誠実の声の方が聞こえてきたっていう。鼻息荒いよ誠ちゃん。でここ俺はここでやってねあれして、ここのドアの下隙間あるんだよ。そこに携帯挟んで音楽かけるんだよ。何の音かかけたよちょっとあのムードはないな。ちょっとパリピな、パリピな音楽、トゥル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 とかいうちょっと EDM 系かけてたと思う。ガンガン。確かに。で俺はあのビンタしてたから響いてたと思うで、パチンパチンって。俺結構暴力的なのが好きだからね。性癖がおかしいから。だから。僕殴ります。そう。はい。俺はもうちょっと気持ち悪いんだよ。性癖の話はちょっと気持ち悪いからやめる。引かれるからね。びっくりしたんだけど、ね、そういうのだ。いや叩くだって。叩くでしょ。叩かないよ。いや男は好きだと思う。首絞められるとか好きだ人。いやそんなんじゃすまない。そんなんじゃすまない。男は好きだと思うよ、見るのも。見たことありますよ、AV とか。叩くやつ。うん。いや叩くやつ見ないな。いや、見てください。なんかお尻叩くのあるよ、なんか、ね、お尻叩く。お尻とかも、もうちょっと真っ赤になってたりするとちょっとかわいそうだけど、俺は興奮しちゃう。縛るな、興味ない。叩くのはいいんだよ。首絞めは興味ない。叩きたい、まだやってないよ。やめてそれ。昔だよ。ブーちゃん可愛かったね。はい。